老犬榊紅葉チャンネルです。今回の動画は入所リハビリ階段昇降編です。老犬施設は在宅を目指す方の訓練も行っております。在宅を目指す方で、やはり階段の動き、玄関の上がり下がりとか必要な方は階段昇降訓練などを行います。施設の中には、下に通所リハビリのところに小さい階段があるんですが、やはり実践にはこのような施設の階段そのものを使って訓練をしたりしてます。この方は、バランスが悪いので降りるときは、横向きで、手を両手で、手すりを柵代わり使って、で登るときは、正面で向きながら、やはりちょっと手すりをうまく使ってという感じで、練習しております。やはり階段を登れないと家に帰れないというのは実際に、パターンとしては多いパターンですね。はい。それでは階段昇降訓練の目的です。在宅復帰を目指す方の訓練で、階段や玄関などの段差の上り下りが自身で行えることを目的として行います。生活様式を想定し、対処後の環境に合わせた訓練を行います。ということで、こちらは個別のニーズに応じて対応しております。中には1階が住まいなので必要な業という方もいますので、やっぱり必要な方に階段昇降訓練などを行います。はい、ということで今回は入所リハビリの階段昇降訓練をご覧いただきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。